はい、速稼塾の久保でございます。緊急事態宣言が5月末から6月20日まで延長される見通しですけどもね、バッハ会長は新型コロナウイルスを恐れて、まあ、東京には来なかった、日本には来なかったわけなんですけども、それでも選手の皆さんには、まあ、安心して競技ができるよみたいなことを言ってますよね。どうなっちゃってるんでしょうね。コーツさんっていう人も出てきましてね、なんか変なこと言ってましたけども、恐ろしいですね。こういうふうなご老人がですねことを始めて犠牲になるのはいつも若者。これは戦時下も一緒でございます。ご老人がいろんなところをね、机上の空論で戦争に行くことを決めて軍隊を送る計画を立てて最前線に赴くのは二束三文の命とされた、本当にね、奴隷のような若者ですよね。なんかこう、若者を殺すことに一生懸命になっているのが権力者たちの、まあ、昔から今まで続く伝統なんでしょうかね。まあそういうことでね、今回は東京の小池都知事にちょっとフォーカスを当ててみたいと思うんですよ。まあ私がフォーカスをするまでもなく、小池都知事毎日毎日東京ローカルのテレビに出てるわけですけども、東京ローカルのテレビが全国に中継されて、結局はですね、日本の状態を代弁しているような錯覚にも陥っちゃいますけども、私が住んでる田舎みたいなところはね、本当にね、さざ波市ぐらいしか立ってないような感じでございます。もっと言ったらね、無風状態ですよね。うん、でもね、今回の緊急事態宣言の延長によって5月末までならなんとか踏ん張ろうと思った業者さん、飲食店さんも、いやー本当にね、この20日間はどれだけ苦しいか、昨年から1年以上にかけて飲食店を中心にかなり抑制されてね、真面目に、まあ、店舗のね、時短営業に応じたりとか、ものすごく苦労されてるんですよね。で、飲食店さんってのはもともと粗利が高い商売ではないですし、それからキャッシュフローがうまくいってる方ではないんですよ。でも私たちがなんでね、いつも快適に外食が楽しめるかというと、自分たちが思いついた時にいろんなお店の中からね、飲食店を選んで、そして友人をもてなしたりとかね、身内のお祝い事をしたりとかっていう風に本当に活用させてもらってるんですよね。それは飲食店さんが日々私たちが店舗に行かない時でも踏ん張って営業してくださってる、本当に賜物でありおかげだと思います。でもこういう時にね、飲食店さんに対する、まあ、世間の風は冷たいなと思います。私はなるべく積極的に飲食店さんに、まあ、伺ってですね、少なくとも持ち帰りをたくさん持って帰って周りの人に振る舞ったりとか、そして飲食店さんがいつかね、景気を取り戻した時になんとか生き残ってね、で新しい展開を見せてくれないかなというふうに期待するところもあります。まあ、私はね、今回の感染症騒動がなくても20店舗以上飲食店をね、自分で経営するところを閉めたぐらいの、まあ、才能のない人間ですからね。まあ、ですんでね、本当にこの苦しい中やってるところには、本当に一歩でも二歩でも前に進んでほしいなという気持ちで、まあ、ささやかながら応援させていただいております。でもこのね、延長によってこの20日間、3週間によって倒産する、閉店する店ってのは多いんじゃないかなと思うんですよ。だって政府の支援策って結局金を借りるしかないわけでしょ。営業ができないのに金を借りてしまったらもう本当にパンパンですよ。特に飲食店さんってのは店舗を開店する時の借金、これをですね、開店資金をね、15年とか20年とか30年で返していくわけですよ。まあ、そうなるといつ利益が出るんだって話じゃないですか。で、世の中は薄利多売を求めてますから、どん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 売価ってのは小さくなっていく、で粗利は薄くなっていくわけですよ。従業員さんの給料も安くすればするほどモラルの低い人が来ちゃうから、ある程度の人件費は割かなければなりませんし、衛生管理、栄養管理、こういったものを従業員さんに教えるためのコストもかかるでしょう。優秀な、シェフ、コックさんを雇うのにもお金がかかります、ね、で、東京なんですけども、小池都知事ね、夜の街とかね、お酒を飲まないようにするとかね、なんかその若者をピンポイントで攻撃してみたりとかね、路上飲みとか言って、こういうふうな言葉をどん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 使うことによって私たち国民に大きな錯覚を起こさせています。というのがですね、こういうふうな夜の街でどんな被害が起きているのかとかね、お酒がどういう影響を及ぼしているのか、若者がどんな悪いことをしているのか、路上飲みがどのぐらい影響があるのか、こんなのね、何の証拠もないわけですよ。何の数字の変化もないですし、何の証明性もありません。ただ小池都知事が言い続けてると、私たちは本当にそうなのかなっていうふうに錯覚してしまうんですよね。だからテレビを見ないのが一番なんですけども、いわゆるこういう小池都知事の考える妄想、バーチャルな敵を作ることによってですね、実はね、もっともっと注目しなければならない、攻撃しなければならない、その矛先をずらさせてるんですよ。例えば、医師会の中川会長ね、本当はああいった方々、ああいう年齢の方々の
疾患を守るために、感染を守るために若者が我慢しているのに、仕事もせずにね、レジャーも我慢してるんですよ、本当に。それなのに中川会長ヘラヘラヘラーとね、100人規模の飲み会やっちゃってるとかね、それから厚生労働省の役人たちもなんかペラペラ遊びに行っちゃってるわけでしょ。何なんでしょうね。まだありますよ、菅総理のステーキ会食とか。結局老人がことを起こして若者が犠牲になってるのに、その犠牲の若者の上にですね、まあ、チャラチャラとお酒を飲んだりとか、ね、飯を食らったりとか、大勢で集まったりみたいなことをへっちゃらでやるのが誰なんですかってことなんですよ。だから小池都知事ね、夜の街とか若者がどうとか言うんだったら、こういったところにもねメスを入れていただきたいと思いますよね。何をねとぼけてるんでしょうね。もう本当にね、この小池都知事の姑息さが目立つわけですよね。そして小池都知事、カイロ大学を首席で卒業。まあ嘘でしょね。こんなことをちらつかせる限り嘘でしょ私は嘘だと思ってますもう嘘であってほしいと思いますそして都民ファーストの会っていうのがありますけども、何が都民ファーストなんでしょうね。もうね、ここまで飲食店を閉めちゃうと都民ファーストの会ですよ、飢え死んじゃいますよ、ね、飲食店さんの方は本当にね、自分の資材を投じて自分が連帯保証になって、うん、給料も滞納してるところもあるでしょ。で、設備投資に回らなかったり、仕入れのお金が払えなかったりとかして、本当に苦しい中ね、泣く泣く思いでされてると思います、まあ、中にはね、もう本当に自ら命を絶ってしまったりとか、失望して飲食店を辞めてしまったりとか、結局その基礎疾患やご老人の方の命も大切なんですけどもね、そういった方を守るために、健康でこれからの日本を背負って立つ人がこの現場から退場していくっていうところ、これはどうなんですかってことなんですよ。高橋洋一さんがね、さざ波みたいな発言してましたよね、屁みたいなものって。あれ、私本当そう思いますよ。さざ波とか屁みたいなもの、でもそういうものにも巻き込まれて犠牲になる方いると思います。そこは重く受け止めなければなりませんけども、でもさざ波のことをね、津波だと喧伝して、何もないのに津波に対して備えさせることによって犠牲になる、そういった多くの命のことは本当にさざ波という言葉で片付けられないと思うんですよ。だから言葉尻を捉えてね、高橋洋一さんを追い詰めればいいってもんじゃないですよ。いや、現実客観的に見た時に、いや本当にね、これね、海外から比べるとさざ波でしょ、そこは間違いないじゃないですか。それをさざ波ってだけ捉えてね、発言が許せないとか、犠牲になった人もいるのにみたいな、こう陳腐な議論に巻き込んでいくんですよ。確かに犠牲になった方、お亡くなりになった方は尊重されるべきです。でもそれとは別にですね、さざ波によって影響を受けすぎて、何でもない人が転落して奈落の底に落ちていくところには、なんで目を向けないのかなと思うわけなんですよ、うん、どちらかというとそっちの方が問題ですよ、うん、だからね、都民ファーストの会、まさに飲食店植えさせて兵糧攻めですよ。つまり都民ワーストの会がここで出来上がったんではないかなと思って、最悪でございますねで、そもそもこの新型コロナウイルスって本当に私たち人類に対して有害なんでしょうか。そして菅総理頼みの綱の新型コロナワクチン、これは有効なんでしょうか。何なんでしょうね。私たちは何も知りません、何も分かりません。その新型コロナウイルスの実態も分かりません。顕微鏡すら覗いたことがありません。でも毎日毎日誰かが言ってるから、どこそこに書いてあるから、どっかのね、有名な人がテレビで喋ってるから、記事で書いてるから、だからそれを私たちはいつの間にか鵜呑みにするしかない、そんな脳みそができてます。危ないですね、危ないですよね。犬や猫ちゃんが新型コロナウイルスで大量死してますか。魚や、うん、それからね、牛や豚さんが新型コロナウイルスでバタバタ倒れてますかね。何なんでしょうね。私たちは情報によって怯えて、情報によって殺されていってしまいます。情報によって自由を奪われてます。全部、うん、幻なんじゃないですかね。何なんですかね。だからこれね、無人島で暮らしていて新型コロナウイルスを恐れてますかね。それに今回のこの感染症を乗り越えたところで、私たちは不老不死でいられるんでしょうか。もっと恐るべきものっていうのはたくさんあるんじゃないですかね。うん、まあなんかいろいろと思いますけどもね、まあ、結論ね、いつも言いますけども、何にも分からないんですよ。だから分かったように言う人ほどは信用できないと私は思います、うん、回答は今のところ分かりませんってことなんですよ。分からない上は恐れること、恐れないこと、様々ありますけども、正しく恐れましょうみたいなことを言う人がいますけども、正しく恐れるって具体的にどういうことなんですかって聞いてみたいですね。多分答えれないでしょ、多分ね、うん、まあ今日死んでもいいような気持ちで生きていけばいいんじゃないですかね。どうせ私たちは不老不死はいられません。
100年経ったらみんないなくなってますということでございます。まあいろいろと考えないといけないんですけどね、もっと近いところで火事が起きているような気がします。グレートリセット、いってらっしゃい。